Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Dragon Quest. Nein, Dragon Star waren ja. Fuck, ich habe zu viel Dragon Quest gespielt, sorry. So, mit wem machen wir weiter? Die Charlotte interessiert mich gerade irgendwie am meisten. Warte mal, wir müssen jetzt eigentlich bloß noch. So. Sate, soro soro tanren no jikan da na. Karikoro? Dou shita? Sonna kowai kao shite. Aitsu ga doko ni itta ka? Aitsu? Ah, Charlotte no koto ka. Ie ni inai nara hayashi ka kohan janai ka? Chi. のんきなもんだな。素性の知れない魔女がファルに取り入って、うちのネグラ内を自由に歩き回ってるんだぞ。カリカロはまだシャルロッタのことが気に入らないようだな。当たり前だ。平和ボケしたお前に言っても無駄だろうが、あいつは危険な匂いがプンプンする。確かに怪しいところはあるが、ファルにもちゃんと稽古をつけてるし、今のところは無害じゃないか。とはいえ完全に信頼するのはまだはばかられるが。何かあってからじゃ遅いんだぞ。あいつはそのうち絶対に何かしでかす。さっさと連れ戻してこい。はあ、分かったよ。ハリミクラになったらおすぐしょう。シャルロットと住み始めてからこんなお使いばっかりだな。新参者を目の敵にするのはカリカロらしいが、シャルロッタの人を食ったような態度が余計二人の溝を深めている気がする。とにかくまずはシャルロッタを見つけるか。林周辺から当たって湖畔あたりまで探しに行こう。林にはいなかったから、いるとすればここだが。人の気も知らないで昼寝か。本当に自由だな。ん？ほら、はあ、何かの気配がすると思ったらゼフィーだったのね。おはようじゃない。随分と探したんだぞ。いつもご苦労様。手のかかる迷い猫でごめんなさいね。謝るくらいならせめて出て行く前に一声かけてくれ。謝るくらいならって、あなた、私が謝罪した理由がまるで分かってないじゃない。どういうことだ。私は外に出ようと思って出て行くわけじゃないの。風が運んできた匂いに誘われたり、夢で見た景色が私を呼んだり。言っている意味がよくわからないんだが。気づいた時にはもう外にいるから、一言かけるのは無理ということよ。行き先も決まっていないことがほとんどだから、あらかじめ伝えることもできないし、だから謝ってるの。お分かりいただけたかしら。全部口から出任せだろう。それ自由にも程があるぞ。猫は気まぐれなのよ。にゃお。やれやれ、こんな調子だからいつまでたってもカリカロたちとの溝が埋まらないんだ。しかしさすがに頻繁すぎやしないか。もしかして家に居場所がなくて疎外感を感じてるのか。疎外感？俺もここに住み始めた時はそうだった。特にカリカロがきつくてな。だから何か相談に乗れることもあるかもしれないぞ。はあ、何にも分かってないのね。違ったか。お前が何も言わないから分からないんだわ。すまない、女心は難しすぎてよくわからないんだ。女心？面白い表現を使うのね。今度は何だ？私に女心なんて残ってるのかしら。え？試してみましょうか。ここでゼフィーにキスをしてもらって、私がドキドキしたら女心があるってことにならない？何を言ってるんだ。真っ赤になっちゃって。若いわね。冗談に決まってるでしょ。よいしょっと。次はどこに行くんだ。あら、あなたが帰るって言ったんでしょ。フラッと出て行くくせに
俺が呼びに来ると帰るのもいつも通りか。置いていくわよ。ああさっきは否定されたが、なんだかんだで居場所がないのが寂しいだけなのかもしれないな。それが俺の勘違いだったとしても、一緒に暮らす以上放ってはおけない。よし、帰ったらカリカロたちとシャルロットの仲を取り戻う。何かできることがあるはずだ。ただいま。ここはお前のねぐらじゃないんだ。ただいまはいらないぞ。あ、カリカロ。そんなこと言わないで温かく出迎えてよ、カリカロね。お前、私をバカにしてるのか。カリカロ、まずは落ち着こう。シャルロットの態度は今に始まったことじゃないだろう。ほう、お前はシャルロットの肩を持つんだな。一宿一般では済まないほどの恩を仇で返すとは。待ってくれ、そういうわけじゃ。ほら、ゼフィーったら、ようやく私の誘惑に折れてくれたのね。誘惑？何を言ってるんだ、シャルロット。さっきご飯で私の唇を奪ったんだもの。考えてみれば当然の話よね。ゼフィー、見損なったぞ。違う、全くの出任せだ。シャルロットは俺とカリカロをからかっているんだ、わかるだろう。照れちゃって。あら、唇に赤い何かがついちゃってるわよ。やめろ、唇なんてついてるわけないだろう。ほらほら、暴れると取れないわ。もう知るか、勝手にイチャコラしてろ。待て、カリカロ、話せばわかる。Ich wollte eigentlich nein labern, aber die ist zu geil, die Charlotte. あらら、行っちゃったわね。なんであんなことを。ほら、早く追いかけて誤解を解かないと、家中に悪い噂が広まっちゃうわよ。別にあなたが誰と付き合おうと構わないけど、少し手が早すぎるんじゃない？妹の教育上、よくはないわね。Was zur Hölle ist jetzt los?唇を奪ったって聞きましたわ。そういう人でしたのね。最低、もう知らない。お兄ちゃん、モネがっかりなのです。他人のふりしてるんだから話しかけんな。恋に早いも遅いもないというか、私は応援してるから、お幸せに。そんな事態だけは避けなくては。あ、OK、エスプロソフトウィッドで。カリカロ、待ってくれ。うまく説得してね。応援してるわ。まったく、こんな調子じゃシャルロッタとみんなの仲を取り持てるのはまだ先の話になりそうだな。Charlotte ist so geil. Scheiße, was brauche ich da eigentlich? Star Herpes war es, glaube ich, ne? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm mal, da müssen wir Dragonhorse. Und weiter geht's.何か音がしたな。おお、ようやく空が白み始めたぐらいか。こんな早朝に誰か起きているのか。リビングの方からするな。大丈夫だとは思うが、一応安全の確認に行くか。今の後ろ姿、シャルロットだったな。こんな時間にどこに行くんだ。カリカロが起きる頃までに帰っていなかったらまた問題になりそうだな。追いかけよう。どうやら当てどころもなく歩いているだけみたいだ。
朝の散歩がしたかっただけなのか。それなら俺も一緒に歩くか。ねぐらの近くとはいえ、一人で森を歩くのは危険だからな。なんだ、急に走り出して。まさか、竜か。この音、間違いない。これで終わりよ。シャルロッタ、無事か？この通りよ。というか、後をつけてきてたならもっと早く駆けつけてくれてもいいんじゃない？気がついていたのか。それなら声をかけてくれればよかったんだ。だって散歩のふりをしたら一瞬で警戒を解いたあなたが面白かったから。まったく、そんなことばかり言っているから、いつまでもねぐらに馴染めないんだぞ。あら、別に馴染む必要なんてないでしょ。これがシャルロッタの本音なのか。いや、まだそう決めつけるのは早いはず。それにしても、こんな早朝に竜に遭遇するなんてついていないな。それも、こんなねぐらの近くでだ。あら、ついていないも何も、この竜はもともとこの付近をうろついていたわよ。少しずつここに近づいてきているようだったから。そうね、警戒していたの。そうだったのか。なら知らせてくれれば俺も警戒。いや、ミネッサたちを連れて竜狩りに行ったのに。それでもよかったんだけど、多分この子もともとこのねぐらの魔女だと思うのよね。なんだって、わかるのか。多分って言ったでしょ。暴走している竜にしては動向がおかしかったのよ。ねぐらの周辺には食料になりそうな動物もいないのに、この辺りをずっとさまよっていた。それがなんだかここに帰ろうとしているように見えたの。そんなことがあるのか。さあ、完全に竜になっていたとしても、もともとが魔女だったのだから記憶が残っていても不思議じゃないかもね。そうか。気に病むことはないわ。あの竜に知性は感じられなかったもの。もしカリカロやミネッサに会ったとしても、何も認知できず彼女たちを食べようとしたはずよ。なんとなく、どこかでこのねぐらのことを覚えていただけということか。きっとそうね。昔の家族に会いたいだとか、もう一度カリカロのシチューを食べたいとか。ただねぐらの近くでぼーっとしているだけなのよ。なんでみんなに報告しなかったんだ。一人で立ち向かうなんて危険すぎる。そう？そこまで大きな竜ってわけじゃないし、追い払うくらいなら私一人で十分でしょ。竜に十分も何もないだろう。妹もいるねぐらなんだ。危険の芽はできるだけ早く摘んでおくに限る。もううるさいわね。この竜じゃなかったらさっさと報告していたわ。え？それってミネッサたちに気を使ったってことか。どうしたの？お説教でもしようと考えてる？いや、その逆だ。お前にも優しいところがあるんだなって。優しい？みんなに報告して、もしラポネットが竜を狩りに出たら、元の姿がここのねぐらの魔女だと判明してしまうかもしれない。そうしたらミネッサたちは同郷の魔女だった竜を狩らなくちゃいけなくなる。きっと辛い思いをするに違いない。シャルロッタはそれを避けるために黙っていたんだろう。あのね、勘違いしてるわよ。私は別に。そう言われてみると、知性がないと分かった段階でミネッサたちを呼んで竜を始末してもよかったのよね。うん、なんでもないわ。こちらの話よ。やっぱりミネッサたちのためだったんだな。ルルータの時の悲劇を繰り返さないようにしてくれたんだろう。違うわ。確かにあの妹、ルルータとか言ったっけ。あの子が死んだばかりだから
これ以上空気を重くしたくないと思ったのは事実よ。なら違わないじゃないか。バカね、ミネスタたちが悲しもうと苦しもうと関係ないわ。だって私はあの子たちの家族じゃないもの。ただ辛気臭いのが嫌いなだけよ。わかる？あくまで自分の住みやすい環境を守ろうとしただけ。これって照れ隠しだよな。ちょっと聞いてるの？ああ聞いている。こんなにムキになっているシャルロットは初めて見たな。なんだ、意外と可愛いところもあるじゃないか。気のない返事。誤解していい気になっているなんて滑稽ね。滑稽で構わないさ。見たことのない一面を見せたということは、それだけここに馴染んできたということだ。シャルロットは一緒に暮らし始めて明らかに変わってきている。この調子ならいずれはみんなと仲良くできるんじゃないか。誤解だって言ってるのに満足げな顔しちゃって。はあ、つべこべ言う方がバカらしくなってきたわ。わかってる。So, weiter geht's. シャルロット、今忙しいか？見ての通り、興味深い本を読んでる真っ最中よ。暇とも忙しいとも言える状況ね。暇って言ってもらえると助かるんだが。バカ、こいつにそんなことを言ったら忙しいって答えるに決まってるだろ。あら、全然忙しくないわよ。暇すぎて死にそうだったわ。こいつ。時間があるならちょうどよかったですわ。私たちあなたのためにケーキを作りましたな。ケーキ？どうして私のために？ゼフィーから聞いたわ。この前ネグロ付近に出没していた竜を倒してくれたんでしょ。やっぱりこの子も外れね。シャルロッタ、助太刀するぞ。つまりそのお礼にケーキを焼いてくれたってわけね。私が物を食べないって言ったにもかかわらず、その口はムカつくことを喋るためだけの装置か。食べないってだけで食べられないわけじゃないんだろ。こっちだって作りたくて作ったんじゃない。お前が勝手に退治したから仕方なく作ったんだ。それを食べないなんて言ったら殺すぞ。カリカロ、そんな風に言ったら感謝の気持ちが伝わらなくなるわ。シャルロッタ、もしよかったら食べていただけます？頼むからおとなしく食べてくれ。結構よ。なんだと？カリカロ、落ち着いて。お嫌いなら食べていただかなくても大丈夫ですわ。でも私たちの感謝の気持ちだけは受け取ってくださいな。ええ、気持ちだけは確かに受け取ったわ。カリカロの怒りも一緒にね。用が済んだのなら私は部屋に帰るわ。読書をするなら静かで邪魔の入らない自室に限るわね。あいつ、せっかく作ってやったのに。しょうがないわね。私たちで食べましょうか。ええ、でしたら紅茶を入れますわ。ゼフィーも食べるのを手伝ってくださいな。ああ、いただくよ。でもその前にシャルロッタと話してこようと思う。そうね。申し訳ないけどお願いできる？シャルロッタは私たちが嫌いというよりはただ距離を置こうとしているだけな気がするの。同意見ですわ。彼女が私たちを拒絶する理由が分かれば少しは歩み寄れるかもしれませんのに。ふん、あいつが素直に言うわけないだろう。どうせまたからかわれて終わりだ。そうかもな。とにかく二人で話してくるよ。少しはシャルロッタと距離が縮まったかと思ったが、それは俺だけだったみたいだな。しかし彼女がみんなと距離を置く理由か。
いでしょ。ああ、入るぞ。職務したらそこ。やっぱりあんな婉曲的な言い方じゃ伝わらないわよね。部屋で読書をするというのはしばらく一人にしてって意味だったんだけど。分かってる。だがお前だって分かっていただろう。ミネッサたちはただ単にケーキを食べてもらいたかったわけじゃない。感謝を伝えたかったんでしょ。的外れだったけど気持ちだけは受け取ってあげたじゃない。はあ、さっきの一件に関わらずお前には聞きたいことが山ほどあるんだ。例えば。そもそも食事を必要としない生き物なんていない。随分と基本的なところから始めるのね。生きてる以上食べることは必要不可欠だ。俺もミネスタもカリカロも魔女は普通に腹が減る。私は異質な存在なのよ。ミネスタたちが信用できなくて毒を入れられる可能性を危惧しているならそんな心配はしなくていい。あら物騒ね。毒なんて考えもしなかったわ。だったらどうして。あなたこそどうして。え、どうして私のことなんて気にかけるの。私は私で考えて行動してるだけだけど邪魔なら追い出してもいいのよ。答えられないの。お前が小難しいことを聞くからだ。俺はただ一緒に暮らすなら仲良くできた方がいいと思うだけだ。それが嫌なら納得する理由を聞かせてほしい。みんなが混乱してるのはお前が勝手な行動をするからでも食べ物を食べないからでもない。お前が何も言わないからだ。うん、納得する理由ね。私不老不死なのよね。不老？不老不死だから今一番欲しいのは甘いものなんかじゃなくて安らかなる死。それじゃあシャルロッタは年を取らず死ぬこともないということか。そんな、その話本当なのか。真面目な人をからかうのってどうしてもやめられないのよね。嘘をついたのか。どうかしら。いつものザレ事であるならそれに越したことはないか。何にせよ安らかな死が欲しいなんて言わない方がいい。嘘であっても趣味が悪すぎる。あら、でも考えてみて。もし魔女が不老不死になんてなったらいつも置いていかれる側になるのよ。置いていかれる側。仲間の魔女たちの暴走を何百回も見て、それと同じぐらい竜になった魔女を殺して、感情なんて次第に擦り切れていくわ。そしてこれ以上仲間の死を見届けるくらいならいっそ自分も竜になって誰かに殺されたい。長い年月の中で一人きり、気づけば大切な人との思い出すらおぼろげになってついには消える。想像するだけで悲惨よね。ただの冗談にしては具体的すぎる。やはりシャルロッタは本当に。その顔。あのね、不老不死なんてあるわけないでしょ。だが、まああなたは駆け出しの魔女だからそもそもそういう考え方はしないのよね。今のは魔女として生まれたものなら誰でもする妄想よ。魔女は小さい頃から姉の死を見て成長するからつい哲学しちゃうのよ。死とは何か、逆に生とは何か。だから不老不死なんて魔女なら誰でも考えつくことなんだけど。不老不死なんてありえないとは思うが、人間で男の俺が突然魔女になったんだ。冗談ならそれでいい。だがそうじゃないなら茶化さないでくれ。シャルロッタが本当に不老不死ならネグラのみんなと距離を取るのも納得できる。わざと嫌われるような態度を取るのは仲良くなってもいずれは死に別れるからなんじゃないのか。ちょっと、そんなに真面目に受け取られたらからかいがいがなくなるじゃない。だがなんだか今日がそがれちゃったわ。
ほら、今日はもうケーキでも食べて寝ちゃいなさい。お、押すな。追い出されてしまった。不老不死。本当に冗談なのか。冗談を言うにしては深刻そうな顔だったが。Ach, Charlotte. Nachdem wir sie durchgespielt haben, wissen wir ja eigentlich, was abgeht, ne? Ja, aber Unsterblichkeit ist halt nun mal... Wenn du der Einzige bist, der unsterblich ist, ist es schon scheiße. Du lernst Leute kennen, magst sie, verliebst dich in sie oder sonst irgendwas, dass sie sterben. Irgendwann kommst du drüber weg, es geht wieder von vorne los und irgendwann denkst du einfach, nee. Kein Bock mehr. So, die war das so.みんなで集まって何をしているんだ。お疲れ様。そろそろ情報屋さんが来る頃だから欲しいものを話し合ってたの。ゼフィーは何かある？欲しいものか。何かあったかな。ちなみにみんなはどんなものを買うつもりなんだ。私はブーツがくたびれてきたから新調するつもりよ。新しいネックレスが入荷されていればそれを買い求めますわ。ミネッサ姉が本を一冊買ってもいいって言ってくれたの。モネはお花の種を買ってもらうのです。別に何だっていいだろう。私は季節のお菓子詰め合わせ。そんな感じでみんなバラバラだ。お前も何かあれば買っていいぞ。カリカロは買わないのか。いろいろあるんだが全部は買えないから考え中だ。情報屋が来てから決める。シャルロッタは相変わらず読書中か。ねえシャルロッタ。何？せっかくだからシャルロッタも何か買えば。欲しいもの何でも買っていいのよ。欲しいものね、特にないわ。じゃあやりたいことは？もっとないわね。ふん、つまらねえやつ。あら、それじゃあカリカロ姉の欲しいものはさぞ面白いものなんでしょうね。言ったな。私の欲しいものはかなり面白いぞ。教えてちょうだいよ。ズバリ寿命だ。私不老不死なのよね。不老？不老不死だから今一番欲しいのは甘いものなんかじゃなくて安らかなる死。永遠の命があれば何でもできるぞ。どうだ、面白いだろう。はあ、バカね。生き物は終わりがあるから面白いのよ。もっともあなたには理解できないでしょうけど。お前本当に魔女か？残念ながら魔女なのよ。さてと、ファル、そろそろ稽古の時間よ。え？あ、もうこんな時間？すぐ準備しなきゃ。マネもついていくのです。カリカロ姉に作ってもらった木の剣持ってこなきゃ。救急箱も忘れずにね。なんだあいつ、言いたいこと言ってさっさと出ていくとか本当に性格悪いな。それよりカリカロ、妹の前で寿命の話を持ち出すのは良くないんじゃない？いずれは自分の運命に向き合わないといけないけど今はまだね。そうだったな。ついあいつに面白いって言わせたくて。喧嘩するほど仲がいいって言いますものね。別にそんなんじゃないし、もうあいつのことはいいだろ。ほらゼフィ、何が欲しいか早く言え。そうだな、欲しいもの、欲しいものか。俺の欲しいものよりシャルロッタに欲しいものがないことの方が気になってしまうな。すごくわかりやすい顔してるけど大丈夫？シャルロッタのことで頭がいっぱいみたいですわね。この前シャルロッタと二人きりで話した時からそんな感じだな。
まさかお前、あいつといい感じなのか。そんなわけないだろう。なんというか、シャルロッタが気落ちしていたみたいだから、どうにかしてやりたいと思っただけだ。何かをプレゼントでもして励ましてやれればと思っているんだが。シャルロッタに元気がないのは私も気づいてたわ。来た頃はもっとカリカラに絡んでいたのに、最近は静かだもの。言われてみれば、口答えされる回数が減ってるような、そうでないような。だがあいつは欲しいものがないんだろ。料理も食べないし、お手上げじゃないか。あら、それならお花はいかが。贈られて喜ばない女性はいませんわ。いいわね。シャルロッタのことだから素直に喜んではくれないかもしれないけど、心のこもったお花が嬉しくないわけないわ。あいつが見たこともないような花を送って驚かせてやればいい。見たこともないような花か。ゼフィ、いいことを教えてやる。昨日食料を探している途中で魔力で突然変異した花を見つけたんだ。その花は湖の底にだけ咲くもので、ただでさえ珍しいやつだ。いいかもしれませんわね。あのお花なら見た目もとっても美しいですし。でもあの花は摘むとすぐに枯れてしまうんじゃなかった？あ、そうだった。これであのへそ曲がりを感激させてやれると思ったんだけどな。そうか、残念だな。だが花を贈るのはいい考えだと思う。珍しい花について調べてみたが、やはりシャルロッタを驚かせられそうなものはカリカロから聞いた花くらいしかなかった。こうなったら湖の底に咲いてる花を直接見せるしかないのか。見たことがなければ少しは喜んでくれるかもしれないし、しかしそのためにはシャルロッタも湖に入ってもらわなくては。なんだかプレゼントらしくないな。ダメだ、完全に行き詰まっている。読書でもしてさっさと寝てしまうか。この本はどこまで読んだんだったか。あ、これだ。これならすぐに枯れる花でもプレゼントできるんじゃないか。よし、早速明日試してみるとして、そろそろ寝るか。長い年月の中で一人きり、気づけば大切な人との思い出すらおぼろげになって、ついに想像するだけで悲惨よね。あれがただの冗談で、シャルロッタが不老不死じゃなかったとしても、きっと多くの仲間と死に別れてきたというのは本当だろうな。そうでなければあんな顔をするわけがない。そんな悲しみを花を贈っただけで癒すことなんてできるのだろうか。できると信じよう。ほんの少しの間だけでも悲しみを忘れられるように。